どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、最近すっごく興味深い小説を読んでいるの。どんな小説なんだ？当時権力も乏しい学生たちが集まって、革命を起こして日本を変えるっていう内容なの。悩んでいる人たちの希望になりたいって気持ちが伝わってくるわよ。ほう、霊夢が小説なんて珍しいじゃないか。小説だけじゃないわ。最近はアートの展覧会にもお出かけしているの。新型コロナウイルス予防には気をつけてるけどね。芸術、コロナウイルス、革命か。え？どうしたの？今霊夢が言ってくれた、芸術、や、コロナウイルス、革命、がキーワードになった行方不明事件があるんだ。キーワードがとても多いのね。そうだな。特にこの行方不明事件は、謎に包まれている部分が多いのが特徴なんだ。霊夢の意見も聞いてみたいぜ。一体どんな事件なの？事件の概要から教えてくれると嬉しいわ。よし。では今日は、福島県で起こった、小野太新さん行方不明事件、を解説するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。今日話してくれる事件はキーワードが芸術、コロナウイルス、革命とポイントが多いわね。それに行方不明事件ってことは、誰かがいなくなったってこと？ああ。まずは事件について話していくぜ。霊夢は Facebook を知っているか？ Facebook って友人だけでなく、家族とも繋がれる SNS ね。そうだ。事件の発端は2021年3月9日、小野太新さんの父親、大成さんが Facebook に、車を探しています、という投稿をしたことからわかった。小野太新さんって人が行方不明になって、父親の大成さんが Facebook で呼びかけをしていたの？ああ。大新さんは22歳の東京の大学に通う学生だ。大新さんは芸術が好きで、3月1日から福島県の西会津国際芸術村で、絵を描くために宿泊していたぜ。大新さんは大学生で芸術の才能があったのね。今回のキーワード、芸術、につながるわ。大新さんは福島県出身の母親と、個人展覧会に出かけるほどの、芸術好きだったことを親類が証言している。昔から絵を描くことに興味があって、大新さんは東京の大学に通っていたんだ。大新さんは福島県に親しみがあって、芸術村って場所で絵を学びたかったのね。しかし、大新さんは3月6日20時40分頃、福島県で宿泊していた知人の家を後にしたまま失踪してしまった。え？大新さんは知人には何も言わなかったの？友人を福島県の西会津にある JR 野沢駅まで迎えに行く、と告げ、車で外出したんだ。そこから大新さんとの連絡は途絶えてしまう。大新さんは当時、大学3年生の22歳、身長175センチ、中肉体型でメガネを着用していた。ご家族は3月6日に連絡が途絶えて、3日後の3月9日に大新さんの情報を集めたのね。とても細かい情報だわ。でも、車を探しています。っていうのはどういうこと？理由は2つあるぜ。まず1つは、大新さんは会津332620がナンバーの、ワインレッド色のレクサスを愛車にしていたんだ。22歳で車を持っていたの？ああ、大新さんが乗っていたレクサスは CT という車種。2022年現在なら約400万円だ。高い車に乗っていたのね。ご家族が車を強調したのは、ワインレッドっていう目立つ色をしているから？それも理由の一つだ。そして理由の二つ目が、大新さんの行方不明の不可解な点を表しているぜ。どういうこと？二つ目の理由は、車ごと行方不明になったからだ。え？大新さんは友人を迎えに福島県の西会津の野沢駅まで、迎えに行ったのよね？駅に車はなかったの？なかったんだ。大新さんは3月6日に知人宅を出たきり、連絡が途絶えたことで3月7日にご家族は警察に捜索願いを提出。3月8日から防災用ヘリコプターが大新さんの車を福島県の上空から捜索したが、車ごと見つからなかった。夕方頃には家族が目撃情報を求め、行方不明事件を公開したんだ。警察が大新さんの捜索で防災ヘリコプターを使った理由って何なの？大新さんが行方不明になったとされる福島県西会津は、とても深い山で囲まれていたんだ。防災ヘリコプターは山や川、海の事故で使われているんだぜ。じゃあ、大新さんは最初は事故扱いになっていたの？事故と事件の両面だ。福島県の西会津を警察が探したとしても、山や崖で転落する可能性が高かった。特に大新さんが向かった西会津芸術村は、福島県の中でも山がとても多く、警察の手や警察犬を使って捜索するには広すぎたんだ。なるほどね。山に囲まれている中に、大新さんの車があると警察やご家族は考えたのね。ああ。それにご家族は Facebook をとても活用して、会津に住む親類だけじゃなく、近隣住民にも情報を求めていたぜ。ご家族の対応がとても早いわね。でも、
防災ヘリコプターで探しても大新さんの車は見つからなかったのよね。そうなんだ。しかし、大新さんの親類は福島県西会津の特性を指摘していたんだ。どんな指摘なの？もともと西会津という場所は山が多すぎるため、ヘリコプターを使っても川や道路に車が転落してしまった場合は、発見できないという証言だ。じゃあ警察が防災ヘリコプターで大新さんの車を見つけられなかったことは、不思議じゃないってことね。ああ。車を探しています、というご家族の文章も、福島県西会津から人間一人を見つけ出すことは困難だということ。車ごと消えたという緊急事態を物語っている。忽然と車ごと消えてしまって、現在も大新さんの車は発見されていないの？いや、事件から一週間後、大新さんの車とあるものが見つかったぜ。何が見つかったの？車の中で何か事件の手がかりがあったのかしら。続けてちょうだい。3月6日の大新さんの行方不明から、ご家族は熱心に大新さんの捜索を自らの手で始めたんだ。Facebook でも大新さんの情報を拡散していったのは、ご家族なのよね？ああ。ご家族の中でも大新さんの父親、大成さんは、特に活発に動いていた。Facebook 上では福島県の地域の人たち、親類に大新さんの情報と福島県西会津の状況を話し合っていたんだ。じゃあ、大新さんの父親は Facebook でやり取りをしながら、福島県の西会津で大新さんの車も捜索していたの？大新さんが行方不明になって3日後に捜索願いを出し、大新さんや大新さんの車を防災ヘリコプターが発見できなくても、大新さんの父親は諦めなかったぜ。なかなかできることじゃないわ。大新さんの車を見つけることはできたの？3月13日、大成さんは大新さんの車を自力で見つけたぜ。防災ヘリコプターでも見つけられなかったものを見つけたんだ。すごいわ、父親もとても熱心に捜索していたのね。大新さんは、西会津の JR 野沢駅に友人を迎えに行く、と言ってから、行方がわからなくなったんだから、やっぱり大新さんの車は西会津の JR 野沢駅の近くにあったの？いや、野沢駅から約3キロ離れた場所だ。え？ 3 キロも離れた場所。どんな場所なの？大新さんの車が発見されたのは福島県南会津にある阿賀川だ。阿賀川は新潟県と福島県をつなぐ県境の大橋もあるんだぜ。南会津って、大新さんが3月6日に向かったはずの、西会津とは町名すら違うわ。それに阿賀川は県境をつないでいるからといって、西会津に続く道はないぜ。あくまで南会津から新潟県に入るための橋なんだ。大新さんの父親は本当に藁にもすがる思いで、いろんな場所を探していたことがわかるわね。大新さんの車は橋の近くにあったの？阿賀川にあったの？大新さんの車は、阿賀川の橋から転落していたぜ。阿賀川に車が浮かんでいたところを父親は発見したんだ。川に浮かんでたということは、大新さんは事故を起こしてしまったってこと？大新さんの車を見つけた大成さんはすぐに警察に連絡した。警察の調べでは阿賀川の橋付近で、ブレーキ跡や車の部品が発見されたぜ。ブレーキ跡もあったということを踏まえて考えると、大新さんは事故を起こしそうになって、川の下に車ごと転落したって考えられるわ。でも、大新さんは見つからなかったの？ああ。車は川に浮かんでいるが、大新さんの姿はなかった。それに、大新さんではない、ある人物が車内で発見されたんだ。今回の事件の3つのキーワードのうち、2つがこの事件と関わっているんだ。今回の事件のキーワードは芸術、コロナウイルス、革命だよね。大新さんの車には何があったの？ここまでのことをおさらいしていくと、3月6日に大新さんは、車ごと行方不明になり、3月14日に大新さんの父親、大成さんが車を発見した。橋の近くにはブレーキ跡や車の部品が散らばり、車は大新さんが向かったと考えられる場所から、3キロ離れた阿賀川に水没していたぜ。うん、この時点で謎めいているわ。大成さんは警察に通報して車内も調べてもらったけれど、大新さんの姿はなかったのよね。そうだ。しかし、大新さんの助手席にはある女性が座っていた。え？どんな女性なの？女性の名前は松岡智さん、千葉県出身の37歳だ。大新さんは事件当時22歳で、女性は37歳、15歳も年齢が離れているのね。松岡さんは生きていたの？とても残念だが、松岡さんはシートベルトを締めた状態で、座ったまま命を落としていた。警察の調べで事故による窒息と判明したぜ。すごく悲しいわ。松岡さんの近くに大新さんはいなかったの？そこなんだ。松岡さんは発見された。しかし大新さんは運転席からいなくなっていた。え、どういうこと？そもそも松岡さんって女性は千葉県出身で、大新さんとは出身地も違うわ。松岡さんは芸術家で、
福島県の西会津芸術村に参加していたんだ。つまり、芸術家つながりの知り合いってこと？大新さんがいない今、断定はできない。しかし、3月6日、大新さんは、友人を西会津の JR 野沢駅まで迎えに行く、と言っていた。そうね。警察の調べでは、大新さんが3月6日に、連絡を取っていた女性と、現在も連絡が取れていないんだ。じゃあ、大新さんが迎えに行ったのは松岡さんって、考えられるということ？でも、松岡さんが友人だとしてもおかしいわ。駅は西会津にあったのよ。なんで南会津の川で大新さんの車が発見されたの？大新さん自身、絵の勉強に福島県の西会津に向かって、知人宅に宿泊していたから、松岡さんと出かけたまま連絡を取らなかったとも考えにくい。本当に謎に包まれた事件だぜ。芸術、が松岡さんと大新さんの間で関係していたことは、わかるけれど、それ以上はわからないわ。もう一つ、革命、というキーワードが松岡さんと大新さんに、関わっていることがわかるんだ。革命も？松岡さんって芸術家なんじゃないの？もちろん、芸術家だぜ。松岡さんはインスタグラムやフェイスブック、公式アート作品サイトまで展開しているんだ。芸術家としてとても精力的に活動していたのね。ああ、松岡さんの SNS にはコメントも寄せられていて、一定の支持を受けていた。じゃあ、大新さんと松岡さんが、芸術、以外でつながる。革命、って一体どういうことなの？松岡さんの SNS を徹底的に調査していくと、大新さんの学生としての活動が浮上したんだ。大新さんは学生として活動をしていた？ちょっと難しいわ。まずは芸術家としての大新さん、松岡さんのイメージを一旦捨ててくれ。そうすればわかりやすくなるはずだぜ。説明をお願いね。まずは大新さんは東京都の大学で建築を学んでいたんだが、2019年にニュースで取り上げられるくらい大きな活動を実施したんだ。大新さんが活動って、学生でもニュースに取り上げられるほど大きなことをしたの？2019年から現在にかけて広がっているウイルス、コロナウイルスについてだぜ。ここで大新さんの事件のキーワード、コロナウイルス、が出てくるのね。ああ、大新さんが着目したのは大学生の生活苦だ。コロナウイルスの影響で飲食店は経営が制限されたり、アルバイト先を失ったりする人が出た。そうね。特に学生はアルバイトで生計をなんとか立てている人もいるでしょうし、奨学金や親御さんからの仕送りだけじゃ足りない生活になっているところもあったわ。ウイルスが流行したことで、オンライン授業が多くなっても、なかなか貧困から抜け出せない学生は多かったんだぜ。オンラインってとても気軽に聞こえるけれど、専門ソフトや PC のアップグレードが必要になるもんね。ああ、そこで大新さんはインスタグラムやツイッター、リモート会議で、授業料減免の署名活動を始めたぜ。授業料減免？大新さんの求めた話で言うと、大新さんの通う大学のリモート授業では、高額ソフトを使うこともあった。大学は全学生に臨時奨学金6万円を支給すると言ったが、大新さんは、6万円じゃ買えないソフトや授業があって、授業が受けられない学生がいる、と授業料減額の追加交渉を始めたんだ。リリシーは、苦しい現状を打破するために、大新さんは署名活動を率先して始めたということね。ああ、リモート画像では大新さんが書類を掲げている姿も、映っていたぜ。多くの人が署名に参加したんだ。じゃあ大新さんはとても人気者だったの？残念ながら、人気が出てくると反対意見も起こりやすいんだ。中には、大新さんは高い車に乗っているのに、なんで授業料減免をするんだ、って声も出てきたぜ。大新さんは周囲のことも思いやって活動していても、そういう声はどうしても届いてしまうのね。でも、確かに大新さんがやってきたことは革命よ。ああ。そして松岡さんの立ち位置に戻ってくれ。松岡さんは37歳、芸術家として公式サイトでアートを発売していた。大新さんの学生としての活動と関わってくることがあるの？松岡さんのインスタグラムは、芸術家としてのアカウントと、もう一つアカウントがあったんだ。アカウントを複数持っている人は少なくないわ。松岡さんはどんなアカウントを持っていたの？革命家、としてのアカウントだ。アートで革命を起こし、占い師や霊媒師としても活躍していたぜ。革命家ってことは、何か大きな計画を考えていたの？それはわからない。ただ、大新さんは学生のための学費減額運動っていう、革命を起こしたところ、人気は出たものの、反対意見も多くなった。いくら言い出した本人と言っても、反対意見には辛い気持ちになっただろう。大新さんはたくさん物事を考えていても、事件当時は22歳だったもんね。大新さんは、芸術仲間からはとても親しまれていたぜ。事件の後、芸術仲間から大新さんへのメッセージが SNS で、多く発見されたんだ。
そして、大臣さんは松岡さんに対しても芸術家として、そして革命家として尊敬していたのかもしれない。じゃあ、松岡さんと大臣さんは芸術つながりで、仲良くなっただけではなくて、革命を起こす、という立場としても仲良くなった可能性が高いってこと？やりとりは残されておらず、松岡さんの投稿は、すべて3月6日でストップしているんだ。ただ、2021年3月12日に公開された後と、呪術の祭典を楽しみにしていたことがわかっているぜ。それに、トレパネーション、をしていることも明かしている。トレパネーションって何よ？トレパネーションとはおでこと毛髪のスレスレのところに、脳を刺激しない程度に穴を開けるというものだ。第三の目が開くと言われていて、松岡さんは実際に、おでこに白いマークをつけていたぜ。中世から伝わる医療で、良くないものを取り払うと、当時は言われていたんだ。彼女は人の悩みもたくさん聞いていたぜ。じゃあ、松岡さんは強い力を持っていて、大臣さんの悩みを聞くような関係だったの？松岡さんも大臣さんも見つかっていない今、断言はできないがな。不思議な関係だったのね。大臣さんは現在も見つからなくて、松岡さんも命を落としてしまった。ご家族は大臣さんの帰りをずっと待っているのよね。ああ。大臣さんのご家族や親類、福島県の西会津に住む人たちは、警察にも疑問を持っていたぜ。警察に疑問？何か不手際があったの？2021年3月13日、大臣さんの車と松岡さんを発見した福島県の警察は、ニュースを発表したぜ。そこでは大臣さんについても発表していたんだ。え？大臣さんが発見されたって内容だったの？簡単に説明すると、大臣さんの車が転落したのは、ガードレールがない川沿いだったこと、手前の雑木林には車が突っ込んだ跡があった。そう聞くと事故みたいね。他には何も詳細は書かれていないの？警察は車は大臣さんが誤って川に転落し、大臣さんは発見されていないが事故で命を落としたと断定したんだ。断定？まだ大臣さんは見つかっていないのに。それに、警察は大臣さんを見つけるために水中捜査をしていたんじゃないの？ああ、大臣さんの父親が3月13日に大臣さんの車を発見。警察に通報した時、警察は、川底捜査、の意思を表明したぜ。でも、14日に女性の身元が分かってから警察は続報を出していないんだ。川底や水中捜査のニュースや続報もゼロの状態だぜ。どうしてなの？それに、大臣さんが、西会津の野沢駅に行く、と言ったのに、発見されたのは南会津の橋の近くだったことも分かっていないわ。そりゃ、命を落とした人から話は聞けないけれど、何も進展がないって奇妙よ。警察は3月13日の時点では、阿賀川付近で車を発見した。と発表していたんだ。でも、15日には、車の発見場所は西会津、と訂正していたんだ。なんでバラバラの意見になってしまうの？警察の調べで大臣さんが命を落としたと断定したこともわからないわ。警察が落下位置を間違えたって報道をしたことで、地域の人は阿賀川の橋を調べたんだ。阿賀川で一番有名な橋は大橋という名前なんだが、他にも橋があって、大臣さんが車ごと落下した。橋の候補がたくさんあるんだぜ。つまり阿賀川の下に落下していたけれど、橋は阿賀川の橋じゃなかった可能性があるって、警察は発表したの？ああ、阿賀川には二つ橋がかかっているんだ。でも、一つの橋との転落位置が違った、という、警察の話を信じていくと、矛盾が生まれるんだ。なんで警察はそんな矛盾した話を発表して、捜査も中断したのよ。納得いかないわ。そうだな、でも納得がいっていないのは大臣さんのご家族もそうだろう。ええ、一刻も早い大臣さんの発見を祈るわ。事件の概要は以上だ。2019年のコロナウイルスの影響で貧困と戦って、謎の行方不明を遂げた小野大臣さん。この事件について、霊夢はどう感じた？なんだか話がとても絡み合っているなと思ったわ。芸術家としての大臣さん、そして学生として、学生を救う運動をしていた大臣さんと、芸術家の女性人間関係も、事件当時の内容もほぼ不明瞭ね。そうだな。特に芸術家の女性、松岡さんと、需要量減免活動をしていた、大臣さんに対しては冷たい考察もされていることが多いんだ。人間関係から捜査すればいいのか、事故から捜査すればいいのかと、二つに分けてもいろんな線があって、警察も迷ったのかもしれないわ。ああ、大臣さんも助手席にいた松岡さんも人間関係は広かったし、いろんな可能性が出てきたぜ。でも、可能性は可能性よ。とにかく2022年の現在、大臣さんが無事に見つかってくれることと、事件の速やかな解決を私は祈っているわ。霊夢、今回の話はどうだった？
そうね、一見事故に見えても不自然すぎることが多く、調べれば調べるほど謎は深まるばかりだと思ったわ。霊夢も何か頑張ろうと考えたり、挑戦したりしたいときは、私に話していいぜ。いつでも相談に乗るからな。マリサのアドバイス？その発想はなかったわ。だってマリサはいつも食べて寝てるだけだもの。平和でいいじゃないか。というわけで今回は、小野泰信さん行方不明事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。